けた。やっと。くん、寝てるの？お熱あるんだね。あ、ごめんなさい。起こしちゃったかな？ずっとしててね。
してるの？あれね、シーくん、パスワード忘れちゃったんだ。ドジっ子だ。思い出せないの？夢が教えてあげよっか。ああ、シーくん、おしっこ漏らしちゃったね。作ったの。お前、シーくんのために作ったの。運命の手料理。
るだけなんだよね。だってマシー君、夢のこと大好きだもんね。
パッパパパーン。お待たせしました、お昼ご飯できたよ。ごめんね、いつも作ってるのに時間かかっちゃった。でもちゃんと待ってられたんだね、ちーくん偉い。ちーくんに食べてもらうの初めてだから、ちょっと頑張りすぎちゃったのかな。シー君、気分はどう？食欲ないかな？少しは食べられそう？お薬飲む前に少しでもお腹の中に何か入れとかなきゃダメだよ。胃に負担かかっちゃうかもね。
すぎると小さな風すぐに治っちゃうかも。これ大砲針だけどね。もしかして夢の手料理食べてくれないの？